あいつを初めて知ったとき、じろりと睨んだだけだった。嫌な感じと思ったけれど、話のわかるやつだった。喧嘩もしたさ、仲間だもんな、仲間。あいつがその朝来なかった。ポツンと机が空いていた。なんだかやっぱり気になるんだよ、昨日の。